一人で悩まないでとは言うんですけどもね、まあ私もありやこりや人に相談したこともまあそりゃあるんですけども、まあそりゃ相談した方がなんでしょうね、たとえ二人でも、その自分と相手方の二人であっても、二人よりば文字の知恵みたいなね、三人か、そんなこともあるけれども、だけど劇的に何かが変わるっていうことはあんまなかったし、それに、その相談する相手にもよるというか、相談したがゆえにかえって嫌なことを言ってくる人には、そういう人の方が圧倒的に多いですかね。例えば、あなたにも原因があったんじゃないかとか、負けるが勝ちだとか、楽しく負けるとか、譲れ負けろ負けろとか、でなんかそういうのもなんか、やっぱり、立場が悪い方にを黙らせた方が楽だからっていう、そういうことなんだろうなって思うんですよね。私今まで3回っていうか3人、3件と言うべきなのか、ちょっと上の人に助けを求めたことがあるんですけども、10年に一度ぐらいですかね。10年に一度だ。ってことは10年に一度はとんでもない嫌な人に遭遇してるっていうことでもあるんですけども、やっぱり、こっちの肩は持ってもらえない。で、なぜかっていうと、やっぱりおとなしいを我慢させた方が楽っていうことだと思うんですよね。でその3回目、3人目っていうべきか、その人の時も、多分私の肩持ってもらえないだろうなって思ったんですけども、ちょっとさすがに、ちょっと体調不良とかを起こしたんで、相談はしたんですよね。で私も時々ですね、なんかこう不自然なプラス思考ってなんかこう精神的な、なんでしょうね、単なる慰めですにしかならないで、ちょっとそんな風に思ってて、だけども、確かに、そうですね、1回目というか1人目の場合、私が自分以外の相手に助けを求めるぐらいの、でその人との問題の時は、私結局それをバネにして、その行きたい場所に行くことができた。場所ってちょっと分かりにくい言い方ですけども。で2件目の人との場合は、これもまた行きたい場所に行くことができた。で3回目の、今回の場合も、ちょっとそういう側面はあるって言っちゃあるんですよね。だけどそれだからといって、これもね、言う相手を間違えると、なんだだったらいいじゃないって言われちゃう可能性があるんですよね。で私は子供の頃時々、親から聞かされた、特に母親から聞かされた、これを教えてくれって言った時、教えてくんなかったんですよ。で家が散らかってたから、国語辞典もテレビの横に置けなくて、
まあ、今は、まあ、それも40年近く前の話ですけど、今だったら例えばまあテレビとかで、まあ、ニュースなんかで分かんない言葉があったらスマホで調べたりとかできるから、まあいい世の中になったと思いますけども、でそのうちの母がですね、そういう何で教えてくれないかって、でこんな例え話したんですよね。その日本刀の、まあ、修行している若い少年がいた、まあ、名前なんていう、名前っていうか地位的になんていうんだ、まあ、でっち奉公とかちょっと分かんないですけども、でその刀を冷やすための水の温度がわからない、で知りたいんだけども、まあ、先輩というか先生は教えてくれない、それなんで自分で水の中に手を入れてみたって、そしたら先輩とか先生がすっ飛んできて「お前何やってんだ」って手を切り落とされた。だけどその温度を、何度の温度だったっていうのを刻みつけることができたから、その人は名刀を作ることができるようになったっていう。で、まあ、これが実話なのかあれなのか分かんないですけども、で、まあ、私子供の、まあ、小学校だと思いますけど、その話聞いて。で、なんでそういう例を昔話持ち出してまで教えてくれないんだろうなって。でそれ以来、まあ、質問しない子になっちゃったんですよね。なんかまあその教え方とか教育も昔と今ではまあ違うし、アメリカとか、まあ、欧米なんかでは質問するのはいいことだみたいに言うと思うんですけどもね。で私今からして思うんですけど、その母が言ってたその日本刀のその温度のその話を持ち出したも、で今からして思うと、その何かを学ぶってことは必ず嫌なこととか犠牲を払わなくちゃいけないっていう、そういうことなのかなっていうふうに、まあ、今は思うんですよね。まあその手を切り落とすとかとんでもないパワハラですけど、今の時代からしてみれば。でそれが聞き手だったのか聞き手じゃなかったのかも、その昔話にはまあ入ってないし、でどこの都道府県の話なのかも分かんないですけども、でまあ、嫌な思いをしないとその何かを身につけることができない。でそういうことなのかなって思うと、まあ私ももう50過ぎているんですけども、なんかこう勉強するのは損なのかなみたいにちょっと時々思っちゃうんですよね。なんか私大した仕事してないんですけど、バイトとかで、それって別に何の勉強とかもしないでできたことなんですよね。その高級菓子のパッケージの仕事も別にそういう学校とか行ってないし、で逆に学校に通っちゃうと、どういうわけかバイトすら見つかんない。例えばバーテンダー学校とかワインの、オンラインのクラス、そういうの取ったんですけども、仕事が見つかんないっていうか、まあ、夜遅いから私も積極的に探してないっていうのもあるんですけども、なんかそういういわゆる、まあ、たとえ習い事でも学校に行くのがちょっと不安になっちゃいましたね。その趣味と実益兼ねてなんたらスクールとかに通ったら、そっち方面ではバイトすら見つかんないんじゃないかみたいな、ちょっと 怖くなってみたいな。そのまあ向上心のある人で、まあ何でしょうね、もう自分の時間とお金を全て教育に使ってる人って、まあそりゃいると思うんですよね。でそれが花咲いてるなら、まあそりゃいいんだろうとは思うんですけども、なんか今の時代、その持ってるお金全て、持ってる時間全てを教育に注いでも、なんか報われない時代になったんだろうなみたいにちょっと思いましたね。はい。なので、まあ、ちょっと今日の題名何にしようかなとは思うんですけども、一人って抱え込まないようにとは言うけれども、
まあまあ、相談相手が嫌な人だったら、まあ、嫌なことを言われると。で、穏やかな人は人の傷つくようなこと言わないとは思うんですけども、まあ、例えば、そんなことする人はそういう人の方がかわいそうな人なんだよとか、気にしなきゃいいんだよみたいにね、まあ、何の毒にも薬にもならないことしか、まあ、言ってくれないっていうね、まあ、そういう側面が、まあ、ありますよね。はい、ということです。今日もご視聴ありがとうございました。